ミルクサッカーアカデミー通信簿シリーズでございます。井上真理です。ノーミルク佐藤です。さあ先生、今回はアスルクラロ沼津編でございます。よろしくお願いいたします。各種データから昨シーズン振り返って新シーズンのお話もということですよね。はい、はい、やっていきたいと思います、うん。まあ、2020年の沼津はね、18チーム中12位という形で最終成績終わりました、はい。うん、前年度2019年とも順位的には一緒で、はい、ただ2017、18がそれぞれ3位、4位だったことからすると、うんうんうん、やっぱりサポーターの方からしたら、もう中位に行きたいなっていう思いはあると思うんですが、すね、はい、じゃあ何があったのかっていうことを、まあ、こと細かくいろいろ考えてみましたっていうことで、準備していければなと思います。まあ、ってるんでね、そのためにもということですので見てください。はい。こちらです。ドン出ました。はい。はい、まずは表彰からいきたいと思います。うん、MVP は、はい、長澤雄也選手、ゴールキーパーですね、うん、でございます、はい。出場がそもそも32試合でもあったんですが、まあちょっと後でね、見ていただく、レーダーチャート見ていただければ結構納得いただける部分もあるんじゃないかと思うので、はい、そこら辺はまた後ほど。お願いします。そしてね、まあてか、それ以上にわかりやすいのが、J3 沼津から J2、ベルディへとステップアップをこの冬果たしました。ああ、そうですね。まあそういうところからしても、まあわかるところかもしれませんと、はい、うんうん。結構出したって嬉しいです。はい。そして U23 選手の中では、今村選手、うん。もうミラーカーの中では今村プレスとずっと言ってましたが。はい。まあ、本当に前から追い続けましたね、そうでしたね。ボールをね、本当に。その姿が献身的でしたね。はい。来季2021年シーズンは2桁得点。ちょっと見たいところでもあったりします。うん、そういうことでございますね。はい。はい。そしてすいません。ボール出しをですね、次は菅井拓也選手でございます。はい、うん、ここなんですけれども、もう本当にね、菅井選手ってずっとボールを追ってるというか、あとここで囲い込もうって多分そういう戦術だったんだろうなってところがすごくあったりするので、沼津としてのボールの取りどころがすごく、うまくできてたような感じなのが、うん、チームとしての、チームとして起動したってことがある菅井選手がここに入ってる、なんかそういうあれなのかなともちょっと考えました。なるほど、なるほど。そして続いてディフェンスは藤崎選手でございます。はい、もうここはもう守備も強かったのはあるんですが、うん、攻撃の時に最前線、特にセットプレーね、行って、そこで点取ってくる姿なんかも見物だったので、うん、まあその強みもすごくあったのかなと感じております。はい、うん、そして見る証しとしては、照山選手と秋山選手の若手2人ですね。はい。それぞれ仙台と、新潟からレンタルでね、途中本当チラッと行った形でもありました。ただ、両チームとも本当それぞれのチームでいろんなことがあって、沼津って本当は半年間後半やる予定だったのが、そうですね。1ヶ月半ぐらいで帰っちゃったんですけど、はい。ただね、なんかその時に残したインパクトはもう本当に強いものすごかったですね。なんかチームの中心にいきなりなって、ね。うん。いうところがありました。うん、したね、そして、得点王には渡辺亮選手、うん、チームアシスト王には福井選手になりました。はい、ということでございました。そしてこちらでございます。はい、そして続いてこちらでございます。はい、してました。こんなことがありましたよということです。はい、まずは沼津最初ですね、うん、プロ以外考えてないってことで、最初ね、前年度の高校サッカー選手権の森、得点王である森選手、うん、もともとこのプロ以外考えてないんだって言ってて、それで得点を取って、さあ果たしてプロいけるのかどうかっていうのがちょうどね、2020年の1月ぐらいのトピックスだったんですよ、はい、うん。そしたら沼津に加入が発表されたので、よかったなぁ、始まりました、はい。今後楽しみですね。本当ですね。はい、そして00世代のレンタル加入コンビ、照山秋山コンビに本当ワクワクさせられたような、うん、どっちもね、9月10月くらいのことで生まれました、はい。はい。で、その次なんですよ。ここからちょっと戦術的な話しようかなと思うんですが、うん、はい、もともと沼津今年この2020年は、ボールを結構大事にして後継のチームだったんですよ、うんうんうん。前年はどちらかというと逆で、プレッシングプレッシングみたいなチームだったんですけど、はい、2020はボール大事にしようとしてたんですが、以下のちょっとフォーメーションいろいろ見てきました。うんうんうん、4-4-2 で戦った時は、16試合やって4勝2分け10敗してるんですね。うん、負け込んでますね、ちょっとね。うん。なんだけど、いわゆるトップ下とか、いわゆる真ん中に人をちょっと集結させるような、4-2-3-1 とか、4-1-4-1 っていう試合だと18戦やってて、8勝3分け7敗ってことで、単純にこのフォーメーションだけ見ても、やっぱボール大事にしたいチームは、終盤の真ん中付近にやっぱり人間集めるべきだねっていうのが。そうか、そうか。うん、基本的な考え方ですね。なるほど。そうですね。だから、多分それぞれでこう、なんだろう、合う、もともとの設計からして、うん、なんだ、合う選手とかいろいろいるとは思うんだけど、やっぱこのスタイルだったらこのフォーメーションってのはやっぱりあるんだなってことをなんか改めて考えさせられました。うん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 、で、こうやっぱこう考えるとベストフィットスタイルというか、自分たちが今どういうサッカーすれば勝てるのかなってことを
パッとこう見つけられたチームが、なんか昇格しやすかったのかなとか。うん、なんか例年だと、これがだから本当はね、あの練習とかもあるから、そこで修正聞くシーズンだったけど、2020はね、途中で何か変えるってことができなかったから、ね、はい。そこが、だからもしかしたらいろんな差につながったのかなと思いました。うん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 、そして下から3つ目ですね。はい、まあその中で今村プレス、もしくは染谷ドライブ。染谷ドライブ。うん、いろんなね、こう個人戦術も生かされてたような1年だったのかなと。名シーンを思い出しますね。そうなんですよね、うんうん。藤崎セットプレーなんかもそうだし。ありましたね。まあ、また尾崎選手はやっぱセットプレーのキッカーなんかもそうでしたね。はい、はい。かっこいい。なんかも感じております、うんうんうん。で、その中で続いて。実は沼津、守備陣は本当二重丸だったんですよ、うん。敵陣に侵入していこうとするそのチャンスメイクみたいなところも、すんばらしく良かったんですよ。ほう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 。ただ、明確にここなんですよ。はい。シュート成功率 7.6%。各世界中でのどのカテゴリーでも基準って 10% って言われてるんですよ。うん、10本打ったら1本入ると。10本あったら1本ってのが最低限ここは守りたいねっていうところなんだけど、うんうん、7.6% ってことになっちゃう。ちょっと下回っちゃったんですね。うん、なるほどね。だってここが上回ることさえできればいいんじゃないのかなっていうのはちょっと思うところではあったりします。ね、まあ課題ははっきりされたということですね。そうなんです。はい、後でまた見るレーダーチャートでもわかるんですけど、枠内率が、実は偏差値換算でいくと20代だったんですよ。はい、はい、はい。偏差値50が平均のところで28ぐらいだったので、そこがやっぱ50くらいまで行ってたら、うん、おそらく沼津もいわゆる昇格争い、いわゆる3位、2位、3位、4位とかそこら辺に来てたんじゃないかなと思うぐらいなので。ね、まあでも積極的にちょっと無理だよ、もうシュート打っていったということでもあるわけですね。ことでもありますね。うんうん、間違いなく、ね。なるほど、なるほど。はい、ということでございました。うん、はい、そして一番下、中山さんが対談で、ジュビロ、岩田へ。そうでしたね。うん、コーチになりますと。うん、で、また新たな一年が来た。パイプはさ、大きいんじゃない、やっぱり。近いし。いや、そうだと思うんですよ、ね。ジュビロのこう、若手をこう、こちら育てるとかもあるんじゃない、今後。うん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 。うん、ね。はい。はい。そんな感じになっちゃう。大きいんじゃないかなと思っております。はい。はい、じゃあ続いて、月別の成績推移見ていきましょう。はい、こちらでございます。飛んでました。うん。はい。沼津こう見てみると、これね、ごめんなさい。まず表の見方からです。すいません。失礼いたしました。上のグラフがね、1試合平均の勝ち点月別のもので出してますよ。はい。下がそれを表組にしたもので、ピンクのところがめっちゃ良かったよ。そして黄色のところが良かったよ。水色のところが、となっております。はい、はい、はい、はい。まあ、すごい、ただ沼津を、僕、すげえ良かったシーズンかなと思ってて。うん。ただ、1個だけなんですよ、ほんと。さっきのその、シュート成功率もあるんですけど。はい、はい。やっぱ最初のその 4-4-2、 いわゆるスタイルと自分が、自分たちがやりたいことがちょっと噛み合わなかったのが序盤にあった、うん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 、でなかなかこう修正が効かなかったにもかかわらず、うん、そこをフォーメーション修正ガンと施したり、うん、照山秋山へ来いっていう形でやってきた結果、はいはい、10月が分かりやすいですよね、うん、失点がだって明らかに減ってるじゃないですか。すごいですよこれは。6試合で3点しか取られてない。7試合で8、5試合で9、6試合で10だったチームがいきなり6試合3、6試合4って、うん、これは一気にもうね、ディフェンス力を上げたってことは言えるんじゃないのかなと思いますね。はいはい、うん、まあ、唯一言えばこれ、この表の一番右見ていただいて、うん、アーベイがちょっとあれだったんですけれども、うんうんうん、17試合でね、ホームは勝ち点28、ただアーベイがその半分以下の13ってことで、アーベイもうちょっと力つけたいねってのはあるんですが。はい、そうですね。うん、ただとはいえ中盤のところからね、シーズンの中盤のところからディフェンス力が戻ってきたっていう、今までの強さが戻ってきたってことからすると、うん、やっぱ修正したらこのチームは元から強かったから、最初からこう自分たちの、ね、強みこうちゃんとこう発揮できるような状態だったら、やっぱ沼津は上位に行けるチームなんだなってことをなんか再認識できるようなデータになったのかなと思っております、うんうん、はい、はい、では続いて2020年の節別の出場成績を選手別で見ていきましょう。はい、出ております。誰がいつどのぐらい出たかという簡単な表でございますけどね。はい、はい、こちらでございます、はい、左から選手の名前、出場の割合、うん、そしてスタメンサブの数で、右側に広がっているのが水色の部分、こちらがスタメンだったよという部分、はい、黄色が途中出場だけど長時間出ましたよという部分、うん、ピンクが短めに出ましたよという部分になっておりますと。はい、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 うん、で本当は本来だったらね、出場 75% 以上の方のところから本当は行きたいんですけど、うん、はい、はい、はい。なんか、本当すげえなと思っちゃったのが、うん、この表組の、縦軸でね、行った時の真ん中の秋山選手、そして下から3番目の照山選手。うん、なんか結構いた気はするんですが、うん、照山選手も秋山選手も、沼津で出てた試合って8試合しかないんです。
おー、ほんとだ。8試合の中であんなにすげえインパクト残して帰ってったのかと考えると。ほんとだね。やっぱ若くて、こう、若い才能で、こう、J1 とか J2 のこうチームにドーンとこう入った方々って、やっぱそれぞれ、それ相応の才能があるんだなってことを、なんか改めて思い知らされて、はい。しかも、得点シーンに多く絡んだんで、ダイジェストとかで多く見たっていうのもあるでしょ。確かにね、それもありますね。はい。ってことで、まあ、彼らがいた時期にスタメン奪われてしまった方とかも、まあ、いましたが、コース上割合見てみると、はい、前澤選手、染谷選手、佐藤直樹選手、そして菅井選手、福井選手、はい、そして尾崎選手、藤崎選手、長澤選手と、75% 以上出場したよっていう選手が、多いですね。なんか、そう、めちゃくちゃ多いんですよね。8人ぐらいいるのかな。はい。いろんなチーム同士の比較でね、見ていただいたら分かると思います。こんなチームそんなないですよね、屋台骨がしっかりして。そうなんですね、この感じの中川崎くらいじゃないですか、かなって思うぐらいなん で、 ほうほうほう。でそれでいて、確かに出場割合は 75% とか言ってないんだけど、上から2人目、まさ皆さんご覧ください、渡辺亮選手、はい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 、なんとスタメン17回、途中出場17回で、なんと全試合出場を果たしてるんですよ。そうだね、必ず亮さん後半出てきて、そうなんですよね、ありましたね。絶対に出てくる感じが。ね、ほぼなんか今村渡辺っていうその交代劇ってお互い感ありましたから、ね。ユニットで点取ってる感じがありましたね。そうなんですよね。うんうんうん、あとはボランチの片方は、これ菅井選手、福井選手が基本出てましたが、はい、この沼津というチームはボランチのね、このオレンジ組の中のメンバーが、いわゆるトップ下枠で出ることも結構あって、はいはい、まあ、秋山選手もしっかり、あとは鈴木健志郎選手とか、ここら辺は相手に応じてなんかうまく使い分けてたなっていう感がありましたから。ね、はい、はい。で 75% 届かなくても安西達也選手はめちゃくちゃ出てたし、彼が出られない時には大迫選手なんかも出てましたし、なんか本当チームそれぞれなんかこの役割の時にこの人ってのがすごいなんか明確にあったような気が、本当ですね、すごくしてたような一年だったかなとすごく感じております。尾崎さんもこんだけ貢献して引退ってことですもんね。あ、一応ね、引退ではなく、なんだっけ、北陸のチームに行くことに。そうなんです。あ、これは失礼しました。素晴らしい、素晴らしい。でもだってやれますよ、全然ね。全然やれるでしょ。そうだってこんだけやれてるしね。はいはいはい。失礼な話。なるほど、そうか。なんて言うんでしょうね。セットプレー要員、いわゆるキッカー枠として、はいはい、J2、J3 にどっか取るんじゃないかなと思ってましたから。そうですよね、はい。それだけで10アシストしてもおかしくないぐらいの人ですからね。まだまだってことですよ、本当にね。ですね、ということで、続いてレーダーチャット見ていきたいと思います。はい、こちらでございますよ。どん出ました。はい。はい、こちら、まずは味方からいきたいと思います、真ん中白い部分、平均の偏差値50の部分でございます、はい、で紺のところ、ここが2018、赤が2019、黄色が2020のグラフとなっています、はい、これはまたいろいろ考えされそう、させられそうなそうなんやつですね。そうなんです。そうなんです。先生、はい。あとは、今日のね、あと、外組見ていこうと思いますが、はい、すね、右上の部分がシュートとか、枠内率とかのオフェンスのね、トータルアクション系で、はい、右下が、非シュートとか、非チャンスとかのディフェンスのトータルアクションになっています。先生、あれですよね。右下はされちゃった数なんで、はい、そうなんです。こう、されてない方が、グラフが外に来る方になってるということですね。ポジティブな数字が出てるということです。黄色に。そういうことでございます、はい。で、左下がインターセプトとかのディフェンスのここの数値、左上がパスとかのオフェンスのここの数値になっています、はいはい、まずは今回左上から見ていきたいんですが、まさにそのパスの部分で、2018-2019 は平均より下回っているものの、ね、2020はいわゆるポゼッション型になったから一気にギュンと飛び出してきた。完全に前監督就任1年目の成果ですね。ポゼッションに推移しましたよ、そういうことでございます。という、はい、なんだけどやっぱ右上で、はいはい、シュート数は去年2019よりちょっと伸びてって形で2020平均よりも伸びてるんですが、はいはいはい、ただ枠内率がね、先ほどお伝えした通り、そうはこんな極端に今良くないんでしたね。そうなんですよね。だから先ほどマーサにもそれだけたくさんシュート打ったってことですもんねってのは間違いじゃないんですが、にしてもだったなっていうふうにはなっちゃった。ちょっと極端にあれなんですね、良くないんですね。ただマーサこれ分かるでしょ。数も平均ですもんね。でもね、そんなめちゃめちゃ打ってるってわけじゃない。でもね、マーサ皆さん、はいはい、でもシュート数平均でも、枠内率も平均にもしなったらですよ。まあそうだね。そう、ゴール数も平均超えてくる形になるので、そういうことか。はい、だからここがもうだから今村選手たちのいわゆる一つの渡辺亮選手とか、ここがギュンって伸びたらもうこのチームはちょっとニコニコできますね、はい、なるほどなるほど、ここですね、うん、でさらになんでそこってことをあえてこう強く言うかっていうと、今度右下皆さんで見ていきましょう。右下、はい、守備が ね、 ね、まあ、攻撃されなくなったのはそれこそ自分たちでボール握ってる時間が増えたこと、
にもあるけど、はい、うん、それによって元から守備力の高いチームだったから、うん、もうシュートも打たせないし、うん、チャンスも作らせないってことも去年一昨年よりもできたと。そうか、じゃあ上積みできたってことなんですよね。そう、それは良かったんです。全体的にはね、守備攻撃ともに。でただこれ、はい、こういうことが起こるから僕らは、うん、2021年レーダーチャートを2分割にしようかなと思っていて、沼津の皆さんにもお伝えしておきたいのが、うんうん、実はこの沼津、はい、前半と後半でこのレーダーチャートを作ったら、うん、全然違かったんです。シーズン前半とシーズン後半、はい、はい、要は左下のところタックルとかクリアとかもそうなんですが、うん、ちょっとへこんじゃってるじゃないですか、うん、平均よりね、はい、そうで、先ほど月別のグラフのところでなんか7月8月とかグラフちょっとへこんじゃってたと思うんですよ、うんうんうん、その時期のが色濃く残ってるだけで、はいはい、後半戦限定だったらディフェンス全部平均超えなんですよ。ああ、なるほどね。そうそうそう、じゃこのデータと下の方は全部膨らんでることになるんだ、黄色は。そうなんです。だから、はい、チーム状況として戦術がフィットした後のディフェンスは特に何も問題なく、みんな偏差60グラスあったから、なんであとは枠内率限定だったので。これ硬い。そういうことなんです。そっか、なるほど。じゃあやっぱり1年目だから徐々に良くなっていって、次は課題がね、枠内っていうのがはっきりしてるわけだから、はい、そういう補強もするんでしたっけ、2021は。できてる。そう、それで、はい、まずポゼッションより握るために、まあ、あと、福井院選手が移籍したとかあったので、そのあたりはまずは取ってきたとかもあったから、うん、あとは、うんうんうん、あとは後ろ陣はやっぱり固まってるところがちゃんとあるので、ね、あとは前線がよりね、そのパスがこう、うまくこう、レシーブして、うんうん、そこからシュートにつなげられたら、沼津は僕はトップ5入りは間違いないんじゃないかな。でもそうだよね、人の問題だけじゃないもんね、どういう、うん、形でもらうかも大事だから。はい、ということでございます。ポジションが上がっとけば枠内も同じメンバーで上がるってことはありますよね、それはね。はい。はい、はい。でございました。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。っていう沼津でした。ありました。はい。ミルワカから最後にお知らせでございます。J リーグ全スタジアムを前にしようというのがね、裏設定でやっております。ぜひね。はい、勝手にやっておりますけれども、こんな風に見ていただきたいと思います。2021年もいろいろやってまいりますということです。はい、はい、2021年はね、ミルワカを楽しんでいただいているリスナーさんにより楽しんでいただくために、はい、リスナーさん参加型のいろんなコンテンツ見るととか、うん、予想してね、楽しむ今サイトなんかも作ってるんですけれども、うん、そんなものいろいろやっていこうかなと思っております、はい、それ以外にも、選手の皆さんとかスタッフの皆さんなんかにもご登場いただいて、いろんなねコラボレーションなんてことも考えておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。いろいろ進んでおりますので、ね、皆さんもお声かけてください。こちらからもかけさせていただきますということですね。はい。はい。そして奥座敷、オンライントークライブはメンバーシップコンテンツとして深掘りコンテンツ先生がやってくれてますんでね、そちらも月1回のライブを楽しみにしてください。お願いします。はい。ということで毎日やっております。ぜひチャンネル登録、高評価ボタンで応援してくださいね。よろしくお願いします。お願いします。新シーズン間もなく始まります。楽しんで参りましょう。井上まででございました。野宮佐藤でした。そして皆さん最後までありがとうございました。それではまた次回です。またです。